はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5ザロイヤル続きやっていきます。じゃあ今日はお寺に来ました。オープン相手が今いないんで、できる人がね。で、秋葉も行ったんすけど、特になかったし、まあ雨降ってるんでね、雪か、雪降ってるんで多分ないのかな。なんかイベントが進まないというか、はい。で、メメントスも行けないしということで、瞑想しようか。どうする？よーし。うん、自然体で。あー、いいね。雪の降る日にさ、瞑想っていいよね。したことないけど。むうん。シミがなんかコーヒーに見えてきた。うん。おい。これ毎回一緒なのかな。おーい。瞑想が。うん。眠くなってきた。うん。うん。うん。よし。ああ、まあいいか。帰るとするか。はい。さあ、夜は誰かいない？あ、先生。大家さん。うん。ぐらいかな。じゃあ、どこかに行きますか。装備もないしね。もうただただ過ごすだけみたいになってますけどね。はい。じゃあ、先生、あ、あった。ブロスワード。これどうなるんでしょうね。前回の分は。うん。やるか。人から人へ。以心伝心。違うかな。以心伝心。文字数は合ってるけどね。じゃあ上から。餅に絡めたり和菓子の原料に使う粉。餅に絡めたり。和菓子の原料。な、きなこ。きなこかな。とりあえず入れようか。家族のこと、家内安全。うん。これは？ダイヤモンドの和名。混合石かな？いや、知らないけど。こと5があるから。でも、以心伝心だよね。宝石、い、いこ、いん、もういいか。合ってんのかな怖いけど。男性の給仕人、ウェイター。じゃあ合ってんね、これ。ここまでの、入力したやつは合ってるね。ってなると答えは、以心伝心ではないよ。以心伝心ね。6日と書いて、待て、6日かな。6日。うん。ヨーロッパでよく食べられる貝、ムール貝。うん。卓上へ日めくりなどがり、あって、7、使用表とも言う。カレンダーでしょ。そんな言い方するんだ。まあ、カタカナだもんね、カレンダーって。うん。カレンダーの、カレンダーって英語なのかな？わかんないけど。和名が使用表なのかな？わかんないね。
で、これで全部埋まったんだ。え、わかんないんだけど。in、人から人へ、in、あ、インフルエンザかな。まあそういう時期ではあるよね。ねえ、そうだよね。ああ。はい。インフルエンザ。インフルエンザウイルスを病原とする高熱や関節痛を伴う感染症。潜伏期間内に他人へ移ることが多い。うん。ちなみに過去に人類は、牛疫と呼ばれる感染症を根絶したが、インフルエンザウイルスは遺伝子の変異速度が速いため根絶は困難である。ああ。毎年ね、変わるよね。だから早いんだ。だからなくせないと。よし。なるほど。うんうん。はい。じゃあ先生に会いに行こうか。お？もしもし。思い出作り。ああ、夜景ダメかな。痛くはないけど。どうする？夜景か。どこでしょうね。あ、みんなと観覧車行ってんね。うん。デートですね、これは。うん、すごい生意気なんだ。うん、え、どうする？ここでちょっと弾いてみるのも面白いよね。いや、変になんか考えなくていいか。上でいいか。だからそういうのがしたいんだよね、先生は。今どんな顔？うん。あ、そうだ。ん？変わっちゃった。夜景ペナント、ペナント。さあ帰ろっか。会社辞めたい。うん、前は真っ黒だったけど。ブラックって意味ね。今はかなりマシになったじゃん。まあ、サイドワークがすげえうまくいってんだよ。ああ、副業ってこと？副業サイドワークっていうのかな。でもそういうことか。株もいい感じって書いてたね。ゆるく働いてがっつり稼げんだぜ。ああ。ふむふむ。ねえ。うん。お、リュウジだ。リュウジは。あー、スミレあるね。こっち行こうか。いいよね。いいよね。はい。で、スミレは今、ランク9だよね。だから次でマックスですね。うん。お、はい。ポーチに演技を見てもらおうかと思う。はい。おー、すごいね。やっと演技で表現できるっていう自信がある。一生のお願いです。
そこで使っていいのは一生のお願い。ございます。ああ、まあだからこれからこれがスミレだみたいな言うのを見せてくれるんだ。体育館。お待たせしました。このここに来るの初めてじゃない？コーチはまだ来てないんですね。今まで平口コーチに見てもらう前ってすごい緊張してたんです。昔からの付き合いではありますけど、だからこそがっかりしてほしくなくて。でも今日はなんだかワクワクしてます。うん自分は緊張してる。変だよね。それはいい笑顔だ。ありがとうございます。先輩に褒めてもらえると絶対大丈夫って思います。お、お今日はお時間作っていただきありがとうございます。やっぱりコーチには私の演技見届けてほしいと思って。いい顔してるわね、スミレ。はい、見せたいものがはっきり分かったんです。その様子だと何かを掴んだようね。けれどそれは言葉じゃなく演技で見せてもらうわ。さあ始めなさい。はい。立ち姿からして以前と違うわ。あなたのおかげかしら。スミレの実力だ。いい関係ね、あなたたち。うん、それでは、行きます。スミレ。お、世界への道は当たり前のように険しく厳しい。その覚悟はできている？もちろんです。私は世界を取ります。二人の夢を叶えるために。いい返事ね。あなたの持ち前の繊細さと届かない憧れを追いかけるタフネスさがあれば、世界は決して叶わない夢じゃないわ。さっきあなた自身が言ったように。え？あなた気づいていないでしょう。私に向かって初めて世界を取ると言ったのよ。今までは取ってみたいだったのにね。あなたも見つけたのかしら。この人のために演技をしたいって思える人を。それはその。あら、まだ変わりきれてはいないみたいね。落ち着け。いい理解者がすぐそばにいるみたいで安心したわ。今日はいいものを見せてもらった。次のレッスン楽しみにしているからね。コーチ。はい。平口コーチに認めてもらいました。うん、よかったね。よかったじゃ足りないくらいです。すっごくよかったです。先輩のおかげでやっと答えを見つけられた気がします。それに演技するときに大切なことも。ん？したかな。はっ
きり言われるとやっぱり恥ずかしいですね。先輩からはたくさんのことを学ばせてもらいました。私は私の感じるままに表現して、私たちで世界を撮ってみせます。我は汝、汝は我、汝ここにちぎりを血盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝きを打ち破らん。今こそ汝、信念の究極なる秘王に目覚めたり。矛盾の力を汝に与えん。おう、進化。よし。よし。マリア。ああ、最強ペルソナ、解禁です。バナディース。なんだか今になって震えてきちゃいました。全部やりきったんだって思うと。うん、まだまだこれからだ。そうですよね、これが私のスタートラインですから。先輩、お願いがあるんです。あの、ギュッてしてくれませんか。どうしよう、震えが止まるかと思ったのに、今度は心臓が。うんどうしようか。下かな。はい、この暖かい場所があるって思えば、私どこまでも頑張れる気がします。好きです先輩、これからもずっと。おお、呪音見切りはいいかな。アリダンスがあるしね。怪盗団だしね。新体操だけじゃなくて怪盗団としても取るっていうね。いいね。うん、また髪を結ってみようと思う。あ、前は霞っていう部分でつけしてたんだよね、髪を後ろでまとめるってやつをね。そうね、もうすぐ1年だね。はい、あー来た。今晩、うん、そうね、大事な仕事がね。ちょっと待ってね。おー、かっこいいね。前のサンドリオンもかっこよかったっすけどね。赤色なんだ。で、この羽が、なんか、
和紙か鷹かわかんないけどね、鳥がモチーフになってんのかな。で、真夜中のベール毒性ね、味方が攻撃を受けた際にダウンをせずに済むことがある。あ、いいね。北欧神話の女神の一中であるフレイヤの別名、人柱かな、一中じゃなくて、バン神族出身でフレイの双子の妹である。その名はバンたちの女神を意味する。美しく力のある神であり、魔法に熟達した魔女ともされるなど様々な側面を持つ。あー、魔女ってなんか鳥の羽なイメージなんですけど勝手なね。だからこのスカートの部分が羽なのかなみたいに思いましたけどね、魔女っていう意味でね、まったく。大事な頼み、ああ言ってたね、立ち会い人ね。まあ何があるのかわかんないけど、そうか、度胸がないとそうだよね。そう、放火した、ありそう、そういう話がありそうな場所っすね。組長には言わねえでおきますね。その銃を仕入れ損なったっていう話ね。なんかつきそうだね。下はないよね。祝いのためだ。詰められてんな。あの様子じゃ改造銃を渡す時が俺の命日。そっか、弱みを知ってるもんね。渡したらそのまま消すっていう流れかもね。どうする？力になりたい。詰められてるね。あの津田をなんとかしなければ。名前は津田利光かな。関東一の武闘派で有名な男。街中で顔を見かけたら全力で逃げろ。
やばいんだ。で、そういう人が顔を見せるってことは、もうそういう場面だから逃げろっていうね、ことでしょうね。まあ主人公のことを気遣ってここで切ろうとしてんだ。じゃあな。ねえ、俺はやばいね。あ、そっか、休みか。あ、そっか。そうね。ちゃんと電話してくれるんだ。うん。さてと。うん。そう。チャットが。ゆうすけね。うん。ちょっと待ってね。リュウジはないんだよね。いや。あ、これゆうすけか。で、スミレはもうマックスなんだ。そっか。はいはいはい。で、スミレは2体だけなんだね。他のメンバーは3体あるよね。元のペルソナと、覚醒したペルソナと、なんかそれを2つを合わせたペルソナみたいな感じで、3体やったよね。あ、そうだ。また来てる。なんかアイテムもらったよね。部屋に飾れるさ。うん、なんだっけ、これこれこれ、ペナントそうか、すごいね、うんうん、うわーすごい。まあ部屋になんか色味がついてきたね。このライトすげえな。さあ、テレビショッピング見とくか。元気たっぷりセット。ライザーサプリメントが3個と、強靭。ああ。超絶美味復活セット。こっちの方がいいかな。うん。7。まあ、どっちもそんなに、高っ。うん、やっぱね、小田くんの話は、多分あれが邪魔してんじゃないのかな。このリクエストがね。じゃあこれじゃない。これね。だからこれを暴かないと、秋葉でダメっぽい気がするんですよね。なんで行きたいんですけど、なんか雨降ってたら話がないんだよね。7。うん。あ、ある?雨降ってないのか。だからここら辺で話をして、ね、なんだっけ、アイドルにハマりすぎてる親父だよね。親父?お父さんね。うん。この人明星リリナ。うん。不破さんか。アイドルがなんか無理に貢がせてるって感じではないんだっけ。不破安治。ああ、名前が分かったね。うん。ね、この人か。マジ天使。
そんなに CD 買って大丈夫？すごいね。推しのために働いてる。まあ独身なら問題ないけどね。ああ、そうだよね。どうせに家に居場所はないんだし。ああ、そっか。家に居場所がなかったんだで、そうね。そんな中出会ったのが、明星リリナだっけ。男親なんて子供に関わらないで金を運ぶのが仕事ってわけ。ああ、そっか。鬱陶しがられるのかな、帰るのかね。まあでもこの人にも問題はあるんでしょうけどもね。難しいね。誰がどう悪いっていうわけでもないような気もするけどね。頑張るしかないんだよね。鬱陶しがられてもね。さあ一旦ちょっとアジト行くか。よし。お、何これ。お疲れ様です。あ、そっか、スミレはまだなかったよね、ショータイム。お、早いな。ね、早いね。来る途中で思いついたことがありまして、ちょっと急いできたんです。聞かせてくれ。実は前からずっと考えてたんです。異世界でも私らしい戦い方ができないかなって。ああ。スミレらしいか。うん、なんかいいね。ジョーカーのボスっぽい感じがなんか出てきたね。何か思いついたのか。はい、それで先輩に少しお願いが。ですね。なるほど、そりゃ面白いな。私の中にあるカズミへの憧れもちゃんと表現できるような気がして。それで先輩はどうでしょうか。あー、主人公とのジョーカーとの技か。踊ろう。踊ろう。ありがとうございます。思いっきり踊りましょう。よし。おう、こりゃ今までにない戦い方だな。楽しみにしてるぜ。はい、お任せください。おお、すごい。増えたね。はい、で一応見とくか、リクエストね。うん、よく聞け。これは祝いかな。うん、んだよそれ。そうね。元はリュウジの紹介で行ったモデルガンショップだよね。それがまさかのね。うん、いいぞ。ターゲットの家に予告状置いてきた。モルガナも結構危ない橋渡ってんじゃないの。相手は本物ですからね。よく聞け。うん、でこれがさっきの人だよね、ふわさんね。うん、家族に対して鬱屈した気持ちでいるらしい。うんね、多分本当は仲良く。気づいたか。まあ逃げてるようにも見えますけどもね。うん、よし、
行くぞ。推しのために破産するのは本望かもしれんがこのおっさんは違う気がする。そうだね。よっしゃ、よし行こうぜ。よく聞け、これなんだっけ。ああったね、地上寺で迷惑配信者だよね、動画配信者の情報。はい、うん、嘘。おお早い。よっしゃ、さあこんなとこかな。 S ランクが2つ、やばいね。あれ、はい、まあまだ行かないですけどねいや行ってもいいな今日。特に何もないよね。ある？あ、ユースケがあるわ多分まだ余裕あるのかな。この5日までに誰もコープがない日が多分あると思うんですよね。だからその時に行こうか。ね。じゃあ今回はこれで以上です。はい。ありがとうございました。